以前1本目ぐらいの動画で先輩方送っていくのも含めて朝の4時とかまで働いていた時代があって、うんでまあ、そこからいろいろ働き方もシフトしていって、うんうんまあ、今そんなにがっつり一日ずっと働き詰めっていうわけではない状態になったと思うんですけど、うん、なんかその辺が徐々に変わっていったきっかけというかタイミングというかはあったんですか？うん、そうだね、僕の場合は昔はだから率先して自分がこう先頭を切ってこう実務の仕事を現場に行くとかやってたから、うん、若い頃はそれでよかったと思うんだけど、だん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 やっぱり少しずつこう実務的なことからやっぱ現場から外れていくっていうことを意図するようになったよね、うん、だって言うと今自分で編集してるでしょ、はい、でももしかしたらいずれ人を育てて自分はこうあまり編集しなくなっていくかもしれないじゃない。一応そこは目指してあります。目指してるよね、はい、で同じように僕も昔は自分で全て現場に出てた、うん、でもある時まで行ったら人もまた新しく入ってくる、もしくは育てたいと思って出てくる、はい、僕の代わりに現場に出る人が出てきた、うん、その人を育てながらしばらくは現場に行くんだけど、僕はまあなるべくその人に任せて、うん、ちょっと現場に出ないようになって、現場に出ないようになってから時間ができるじゃない。その時間ができたことによって、例えば前に話したホームページを作ってみるとか、今までやってなかったことの中で会社の仕組みを作るとか、うん、ちょっと勉強するとか、そういうことをこうするようになってきてるね。でも多分いろいろ人に言うとき、だって僕だったら編集今してもらってるんじゃん、はい、そうは言っても編集してほしいよねって言うかもしれないじゃん。嫌な逆でしょ。本当はもうあれしたいのにさ、まあ、それはそれでやっぱ嬉しいですね、編集してる人間としては。まあでも多分それでやり続けて自分がやっちゃうと、うんまあ、この人だけのはっていうのが例えば10人いたら対応できないわけじゃない。そうするとでもそこでだから結局捨てていかなくちゃいけないお客さんってくると思うよ。その場合は、うん、もう最初からですね、うん、僕はここまでできるから、うん、ここまでできる同じような人も仲間にいるから、うん、じゃあ僕の今のキャパ的には受けれないのでこの人にやってもらっていいですかっていう感じで、うん、最初は言うしかないです。でも最初からその前に出会った人はどうするの？その前に出会った人は自分でやるんだ。やれるところまでやって、うん、で多分まあ今中でもいるんですけど、例えば3ヶ月に1回ぐらい10本2本お願いって言ってくれる人はいるんですか？完全な継続ではなく、そういう人の場合は途中でちょっと今キャパ的にあれなんで同じように編集も間違いなくできるから一緒にやってもいいですかって、まあ、許可を取ってからまあお願いするとか。でも賢いかもしれないね、はい、そうやって。だから多分僕もなんでだからお前は現場来ないんだよとか、昔は来てたのにとか、やっぱ駅の人とか言われたよね。やっぱ言われた、偉くなったのかとかさ。偉くなったんだよって話ですけど。いやいや、そうじゃなくて、はい、やっぱ僕も会社の中で経営者、親父が社長だけど、まあ、後継者としてやっぱ会社が成長できるようなことをしっかり体制を整えていきたいからって言って、はい、でもやっぱりなんかあると、いやこの現場お前が来てくれないと困るとか、やっぱそういうのあったよね若い頃はね、うん、今だと逆に現場のことで言ったら、まあ、僕に現場のことを期待する人は誰もいないの で、 あ、そうなんです。僕に現場来てくださいなんて人は誰もいないけど、はい、お客さんも含めてね、はい、昔はそういうのやっぱあったよね。そうやって少しずつやっぱり何したかっていうと、自分の時間を作る努力した。あ、昔は時間がなかった全く、はい、とにかく時間がなかった。もう目いっぱい目の前のことで忙しくて、ちょっと時間が空いたら本当に体を休めたくて寝る、もうちょっとでも体休めたいって、それしかなかったから、とにかく時間作りたかったね。まあ、あと難しかったのは、現場仕事って肉体労働だから、まあそうですね、肉体労働っていうのはさ、やっぱ体を動かしてなんぼじゃない、はい、それとやっぱこう現場に出なくなるっていうのは、ある意味現場に出なくなって中で看板を作るってまたこう作業をする仕事ではないので、どうしても仕事の中身が変わってくるんだよね。あのバカにしてるわけじゃなくて、はい、ブルーカラー的なこう労働から、ある意味ホワイトカラー的な頭を使う労働に変わってくるじゃない、はい、これも難しかったよね、社内的にも。今まで現場でって、なんでこの人は急に現場出なくなったのとか、はい、で現場出なくなると、やっぱ一緒に働いてる人が、僕が例えば夜出なくなると、他の人の負担がいくわけじゃない。だから、まあ、なかなか現場出てくれなくなったっていうふうにやっぱ文句言われるわけですよ。あ、だってそれはそうじゃないですか、まあまあ。だって今までは最先端で現場に出てたものが、はい、俺はあんまり現場出なくなるから、そういう方しなかったとしても、出なくなるとなんでってなって、うん、でその人が出なくなった分、今度僕私に負担くるじゃんって、はい、ならない普通は。まあ、なりますよね。で多分玉突きじゃないけど、そういう風に僕が動けば必ず間接的、まあ、もしくは直接的に他人に影響を与えるっていうことがあるから、そういった意味で
いろんな人とコラボレーションして、一人では完結できない仕事で、ビジネスをすることの難しさってことをすごく体験した。どっちかっていうと、編集とかの仕事だったらさ、はい、ある意味、編集は一人でやるじゃない、はい、あんま他人関係ないよね。そうですね。だけど、会社の現場仕事っていうと、一人じゃ成功に行けないわけ。はい、最低二人、一組で現場に行くとか、何人かでこう、ね、行かないといけないから、そうなるとさ、相手あって、人と動くから、これ大変だったね。その中でやっぱ辞めてった人もいるよね。もしくはついていけないとか、はい、まあ、不満言われて、喧嘩のこともある。もしくは今みたいにそんなに弁も立たなかったかもしれないし、言葉も下手だったから他人にやっぱり理解されなくて、ちょっとなんかもっとギズギズして、一時的にはもっと最悪な状況、昔の奴隷経営だった頃ってあるじゃない、はい、あれがもしかしたら、まあ最初の方の中で本当にすごい大変だったって話をしましたよね、だけどそこがそこじゃなくて、僕が自分の仕事の価値を真逆にこう転換してチェンジしようと思って動いて、しばらく経った時の方が僕自身の摩擦は大きかったから、そこの時のが一番苦しかったかもしれない。ああ、なるほど。前の時は自分が我慢するとか、はい、親父がいてこうね、若いから、でもその自分の意思で行動した時は結構しんどかったかもしれないね。ああ、なるほど。でもそういうやっぱりプロセスっていうのがあって、それはやっぱ結構長いよね。長いですね。長いっていうか、そういうことが必ず起きる、特に会社でやってると。でもそれやらなかったら、多分もっと会社は悪くなって潰れてたよね。だってできないんだよ、人がいいとなかなか。もしくはもっと人が埋めてっちゃうか。はい。こんな気がするな。